まあ、スパーリングを終えて、はい、ちょっとじゃああれですね、テクニックを、まあ、そのまま教えるっていうのは意外と使うの難しいんで、ちょっとダメなところだけ、はい、ちょっと動画で見直して、でそこを3人で、まあ、うまく話し合いながら、うん、なんか直せる、直せそうだなっていうところだけ、そうだね、なんかちょっと教えていきたい。格闘技は基本的に悪いとこ消す作業がやっぱりプロへの近道だと思ってるんで、得意なとこ伸ばすんじゃなくて悪いところを減らしていく、はい、そういう作業ですね、はい、やっていきましょうか。おお、ありがとうございます。動画見るか。3人でここ輪になる。あ、はい、20秒経過。はい、20秒経過。うん、始まって20秒ぐらい経ったところか、うん、パン声もらって、はい、で多分当てたいから中入ったんですよね、はい、まあ、中入るものはまあいいと思うんですけど、はい、でここでストレートたまるんで、ドンって、あ、でここで本当は離れたいんですよこの距離ってもう日誌の距離なんで、はい、で当たってるんで、はい、ここはもう一回離れて、はい、で一回離れて大きい距離作って、そこからすぐ自分が入って圧力をかけ直すと相手は何か来るんかなと思って一回バックステップするしかなくなるんで、はい、そこでカウンターを合わせてくるのはちょっとバクチーになっちゃうんで、はい、こっち側も有利な方も、相手が内側に入ってるわけさ、自分の、はい、だから自分が出しても相手も速いですから、やっぱどうしても足が今これ外側取ってるんですよ、うん、これはい、でこう喧嘩四つっていうんですよね、これこうサウスポーでオーストで、こうなってる時にやっぱ内側、この場合だと内側に頭持ってるんで、はい、こう内からのパンチの方が当たりやすくなるんで、でここで本当だと、はい、こっち側に次バックステップしたいんですよ、絶対こっち来るんで、はい、でも信原君は多分右で顔面当てたいからこう中にそのまま入っちゃったんですよ、はい、でここでこの後もらうんですよ、ここでバーン、はい、一発もらったんですね、で3発ここでバックステップ、今度は三発思いっきりやったな、そうドンドンドンで、だから一発二発、一発当たった時に、あ、これ距離違うんだっていうのを気づいたんですよ、あ、はい、だからもらってでも殴ってやろうっていうのは結構本当に打ち合いの時だったらいいんですけど、うん、相手の足止まってないんで、相手の距離だけで当たっちゃう、うん、ジャブ打ったら全部こう下向いてる癖があるセロット、打ったら潜って、打ったら潜ってっていうのがセットです、はい、ダンダンで、ここでジャブの時にバーンでこうするから絶対、はい、その時にボンってもらう、あ、アッパーが結構もらってるイメージです。確かにアッパーとなんかフックがすげえもらってるんです、うん、まあ、フック着だしたら真ん中開くし、アッパー着だしたらあの横がし、あのなくなるしみたいな、まあ、ボディと一緒ですけど、はい、こういう風な仕組みなんで、あ、そう、僕はそういう風に打ち分けてるつもりなんですよね。だからここだけで対処できなくなるじゃないですか、次は。あ、はい、だったら一個こうバックステップできるように、いつでもパン、ここに手を置いておくのが大事です、はい、攻撃ターンですぐ外して中入ってきたらドーンで、そのままバンバンバン入っていきたいですね。なんかまず大まかに分けると、まあ、距離感の練習、距離感のやつがまず1個目と、その攻めるにしろ逃げるにしろ、はい、はい、あの空気から譲ってあげた方がもう一番いいから、自分のいい距離で戦えるし、だからその距離感の練習と、また頭を避けない練習、はい、まあ、この動画を見て、はい、この一つ思ったのが、一発もらって、はい、距離を間違えたところでまだ中に入っちゃってるんで、はい、一個嫌なのをバーンってもらったら一回距離外して、すぐに自分が圧力をかけて、はい、自分のペースにすぐ持っていく練習しましょう。はい、あ、めっちゃ大切ですね。バーン外して、はい、こう離れてふわっとして、そのままそこから始めるんじゃなくて、はい、外したらすぐバーンって中入って自分のペースで戦いたいから、1分しかないから、はい、逆に相手が攻めてきてこっちが体重、体勢を崩したりした時に自分が攻めるっていう攻め方、はい、でも守りの攻めと攻めの距離、はい、どっちもの距離感の練習をやりたいですね。うわ、あとは僕に一番大切な、そうそう、時間もないんで、そう、距離感が一番やっぱ近道だと思います僕は、はい、あと頭下げる方ですね、はい、頭下げる癖をちょっと直して今日の作業を